皆さんこんにちは、今日は眞子内親王殿下と小室圭氏のご婚約内定記者会見における太陽と月の例えの持つ意味ということでお話ししようと思います。まあ、あのこの、ご婚約内定記者会見で、眞子内親王殿下は、小室圭氏を太陽と呼ばれたんですよね。で、小室圭氏は、眞子内親王殿下を月と呼ばれたんですよね。で、まあ、あのこの、まあ、ご発言はですね、考えようによっては恐ろしい内容に取れるんですよね。で、まあ、あのお二人がそのね、どういうお考えでお話されたか、つまりお二人の主観は、まあ、まず横に置いといて、まずはその恐ろしい内容とは何かっていうのを、まあ、お話ししようと思うんですよね。で、中国の古代の、まあ、ことわざに天に二日なしっていう、まあ、言葉があるんですよね。まあ、あの今でもね、あの辞書には載ってるんじゃないかなと思います。天は、天皇の天ですよね。で、二日の二は、漢数字の二ですよね。で、実はあの日曜日の日って書いて、まあ、実って読むんですよね。あの裁判の場合もなんかね、次の期日はとかいうね、まあ、なんか日って書いて実って読むんですよね。で、まあ、この、実っていうのは、まあ、あのまあ日曜日の日なんで、まあ、太陽という意味なんですよね。だから、まあ、天、つまり空にはその、ね、2つの太陽はないっていうね、太陽は一つだけっていう意味なんですよね。で、まあそれ当たり前やんっていうね、まあ感じになるんですけど、そのね、まああのね、昔ね、中国を治めていたのは皇帝なんですよね。で、まあ皇帝は天使とも、呼ばれたんですよね。まあエンジェルじゃなくて、あの天の子供って書いて天使ですよね。で、そのまあ天使はそのね、まあ太陽とまあ同じっていうことにまあなってたんですよね。だから、まあ、あの国の皇帝は一人しかいない、一人しかいらないよ、だから二人いてはいけないよっていう意味なんですよね。だからもし、まあ、一人ね皇帝がいるっていう、で他にも皇帝を名乗る人がいたら、それはね、あ、許されないことだから、どっちかが偽物っていうことになるんですよね。だから、それは、今そのね、2つ太陽があるなんてありえないから、これは戦って勝敗をつけなければならないっていうね、ことになるんですよね。まあ、天に二日なしっていう、まあ、言葉は、まあ、こういう意味を持ってるんですよね。で、まあ、ね、今ですね、天皇陛下がね、いらっしゃいますよね。で、古事記には、天皇は、天照大神の子孫であるっていうね、まあ記されているんですよね。で、天照大神は、まあ、太陽のことと、まあ、言われてるんですよね。つまり、まあ、あの小室圭氏が太陽ならば、今の天皇陛下はその偽物ということになるんですよね。で、天照大神の血統が終わって変わって、まあ、小室圭氏と、まあ、その子孫の王朝が始まるっていうね。で、その、人たちがこの日本を治めていくっていうね、いうことになるんですよね。で、まあ、このことを、まさに皇族がね、口にされたっていうことになるんですよね。で、今度、眞子内親王殿下が、月であるということの意味は、その、まあね、月っていうのはね、太陽の光を受けて輝くんですよね。自力では輝いてないんですよね。ということは、天照大神の子孫が太陽で亡くなって、小室圭氏、の、そのね、光を受けて輝くだけの存在になる。つまり小室圭氏の支配下に入ることを意味するということになるんですよね。まあ、以上がですね、あの恐ろしい内容の中身ですよ。つまり、あの考えようによっては恐ろしい内容に取れるっていうのの恐ろしい内容の中身、本当に恐ろしかったですよね。本当に、あの話しながら私も恐ろしかったです。で、まあもちろんですね、このお二人がその、ね、このような意図で話されたとはね、まあにわかにはね思えないですね、こんな大それた内容でね。ただ知らずにこういう内容にそのなりかねない内容を話されるっていうのは、まあお二人のまあ鈍さっていうんですかね、をまあ感じるんですよね。
で、なんか何年も前、ちょっと古い話なんですけど、ネット上でなんか月が綺麗ですねっていうと、そのね、I love you っていうのと同じ意味であるっていうね、のをね、よく見かけたんですよね。で、なんかそれがなんか夏目漱石の表現が元になって、そのね、月が綺麗ですねっていうと、まあね、好きだよっていう意味だっていうね、ことになってると、まあネット上でね、盛んに見かけたんで、まあ、んですよね。だからまあ、その小室圭司がなんか月がどうこうってがまあ話されるのはまあね、そういうまあノリなんかもしれないですよね。まあだからそのね、天に二日なしとかいう言葉とは関係ない、まあ夏目漱石がねそんなこと書いてたのかも知らないんですけど、そのね、月が綺麗ですねのノリかもしれないですよね。でまあそのね、太陽と月っていうのはその、ね、まあ、一般にねあるものですね。あ、太陽がねとかね、あ、月だとかね。なのでまあ普通にね、会話の上でね、まあ登場してもまあ問題ないのは問題ないんですね。まあしかし場面によってはですね、それで聞く人によって恐ろしい意味を持ちうるんですよね。まあ受け取られる可能性があるっていうことなんですね。だからまあ歴史とかまあ漢籍に詳しい、まあことわざとかですね、漢籍っていうのはまあ古代中国のまあ文章ですね、に詳しい人にとっては、え、なんか一瞬立ちろぐぐらいの言葉ですね。あ、なんか反意、つまり反逆の意思があるとか、まあクーデターでも起こす気なのとか、まあそんなね、あ、気が一瞬ね、おって思うような言葉なんですよね。まあ、そのお二人が意図されないで話をされたとしても、何かねアンチメーターものを感じるんですよね。まあね、日本は言霊の国なんでね。でまあ会見でこのような言葉が出たということから、まあ私はこのご結婚に不吉なものを感じます。でですね、まあそのお二人はね、そのまあそういう意図はないとは思うんですけど、そのまあ眞子内親王殿下はその横に置いといてっていうかね、ちょっと、その小室圭司と佳代子の方はまあ似たようなことを考えていてもおかしくないなっていう気はさえするんですよね。ちょっとまあ独特な価値観がおありのように感じるんで、でまあそのね、まあ最近ね、女系天皇、女系天皇とか言ってる人も含めて、そのね、似たようなことを考えてる人たちもいるのではないかっていうね、まあ疑いが、私の、心の内に、生じて、おります。では、ご視聴ありがとうございました。